それじゃあ、武器は取ってきたよと。伝説の武器。もうずいぶん前からもう攻略見てるんだけど、攻略なしで次どこ行くか、みんなどうやって分かってるんだろう。もう次この塔。こんなんわかる？黒チョコボでここを降りて。それともこれ、あれかな？やり込み要素っていうか、行ってもいいよぐらいなのか、行かんでもいいよなのか。なかなかしつこかったな。そして毎回こんなに削られるのは嫌だ。これか。バックダック。だるいな。63炎。前回の素のバックアタックだったのか。
ポイント少ないな。エリクサーちょうだい。あ、間違えた。いきなり間違えたよ。こいつら3ポイントなのうるさいな。磁石もうるせえし。
がちょっとな、これだけ変えるか。
マスターした。3でマスターなんだな。もう結構マスターしたよ。ファリスなぁ。じゃあ侍行くか。これで侍かぶりになったか。いや、じゃあやっぱり他のにするか。バッツの方を変えるか。まだまだ先か。セーブポイントは。それならエーテルを。よし、これでいくか。半分超えたな。
20回始めてか。
キラー。よくわからんな。
戦わんでえんやんね。いや、それはええけど、飛竜としては終わり？絶滅か。そしたら一旦終了。あれ、なんかまだまだだった。時間間違えたな。強いやんけこいつ。終わりの時が近いな。そういやバハムート仲間にしてないよ。
ここの2階なんか。そしたらいよいよ次元の狭間か。セーブできるかな。何それ。ファファファじゃねえんだよな。
と演歌が多いな。自爆される。開けた。ダークマター結構集まってきてるけど、情報素材なんかな。そうだな、こいつら機械なのか。こっちはまあ機械だろうな。上下どっちも行けるんだ。シノルーレットうるせえ。逆立ち猫みたいなのがやってるんか。猫ではないよな。毎回かよ、もううるせえな本当に。次から逃げようかな。まさかの逃げれない。ああそうか、レギュラーだな。
ちゃう。死のルーレットはラーニングできるかもしらんけど、あんなうるさいの使わんな。覚えたところで、そろそろポイント増えてもええんちゃうか。ここはコシャン、偽物か。電化せんなこれ。いいね。この奥の樽の取り忘れとれんか。悪そうだな。
げえ途中だけど一旦切ろうかな、これで。